岩本鉄三は樺太出身の日本海軍軍人。日中戦争、太平洋戦争における撃墜王。最終階級は海軍中尉。最強のゼロ戦パイロット、ゼロ戦虎鉄と謳われ、垂直降下一撃撃墜を特技とした空戦の達人で、日中戦争から太平洋戦争終戦までほぼ最前線で戦い続けました。身長は現存する写真から分析して150センチ前後と推定されており、小柄で優しい表情の岩本は撃墜王には見えなかったものの、見る人が見ると強い殺気を感じさせたといいます。救命胴衣の背中には天下の浪人ゼロ戦虎鉄と書かれ、丸刈りの命令を拒否して挑発の岩本は、こびずへつらわずとらわれずという言葉を常々自身に言い聞かせていました。岩本鉄三は北海道で警察官を父に4人兄弟の三男として生まれました。若い時は勉強のため大学を受験し、長男や亡くなった次男の代わりに家に残ってほしいという父親の意に反して、大学受験と偽って海軍の志願兵試験、予科練習生予定者を受験して合格、航空科を選択します。海兵団に入団する際に、自分は三男に生まれたのだからお国のためにこの命を捧げますと両親に告げました。操縦練習生を卒業後、航空隊勤務を経て第13航空隊に配属され、中止戦線に進出し、昭和12年2月25日の南昌攻撃で初空戦ながら短期にて敵機5機を撃墜します。岩本は9月に帰国する半年の間に撃墜数14機を公認されており、これは支那事変においての日本軍最多撃墜数であり、支那事変のトップエースとなった岩本は下士官でありながら高5級金慶勲章の名誉を受けています。1941年昭和16年10月、空母瑞鶴戦闘機隊に転じ、12月には真珠湾攻撃に参加。攻撃時は艦隊の上空直営任務につき戦果はありませんでした。1942年昭和17年5月8日の珊瑚海海戦では、瑞鶴と岩本らの直営隊は1名の戦死もなく無傷でしたが、攻撃隊は多くの搭乗員を失いました。岩本は寂しい、涙がにじむ、このように一度に多数の戦友を失ったのは初めてだ、優秀な搭乗員を多数亡くしてこれから先いかにして戦っていくつもりだろうと心境を後に綴っています。1943年昭和18年3月、岩本は新編成の第281海軍航空隊に配属。北千島方面の防空任務の後、11月にラバウルに派遣され、第201航空隊に編入されました。12月以降の連合国のラバウル空襲は猛烈で、爆撃機を1週間延べ1000機平均という空前の規模で、数ヶ月間にわたり圧倒的奇数で連日行われました。日本軍は数十機のゼロ戦で粘り強く対抗し続け、ラバウル航空隊は時に撃墜69対0という信じられない戦果を上げており、地上員からも撃墜50機以上を数えたことが目撃されています。ラバウルの空は岩本で持つと称えられるまでの活躍ぶりは映像にも残っており、アメリカ軍が実際には数十機程度の日本軍の兵力を約1000機だと誤解するほどで、本国に増援を求める報告を発信しています。岩本は1944年昭和19年2月末のトラック島へ交代するまでの3ヶ月間で、第201、第204、
第253航空隊に転じ、連日の迎撃戦に健闘、142機を撃墜しました。岩本は編隊による優位位置からの一撃離脱戦法を多用していました。機上無線機のモールス電信を活用して連携を心がけ、基地司令部との交信で来襲情報を受信し、迎撃隊を有利な位置に導き戦闘を指揮しました。岩本の空戦戦法は常に先制攻撃、優位優速のうちに一撃離脱をする編隊戦法が主流でしたが、また格闘戦においても絶対的な自信を持っていました。ある日の空中戦では、岩本短期隊 F6F 戦闘機4機で空戦に入り、そのことごとくを撃墜したことが地上監視所から報告されています。岩本は、5倍や10倍の敵など怖くはない、ただしエンジントラブルだけはどうしようもないと、戦場で活躍するゼロ戦の現実を記しています。敵機は目で見るんじゃありゃんせん、感じるもんですと言っていた岩本は、戦場の経験から敵編隊軍の進行方向を想定し、太陽の光を反射するプロペラの輝きを察知、視力は日本海軍パイロットとしては良い方ではありませんでしたが、空中戦では常に一番に敵を発見していました。1944年昭和19年10月末、第2航空艦隊で行われた神風特別攻撃隊の志願者募集の際に、岩本は、死んでは戦争は終わりだ、我々戦闘機乗りはどこまでも戦い抜き、敵を一機でも多く叩き落としていくのが任務じゃないか、一度きりの体当たりで死んでたまるか、俺は嫌だと言って志願しませんでした。特攻に関して岩本は、この戦法が全軍に伝わると我が軍の士気は目に見えて衰えてきた、神ならぬに生きる道あってこそ兵の士気は上がる、表向きは作ったような元気を装っているが影では泣いている、命ある限り戦ってこそ戦闘機乗りです、こうまでして下り坂の戦争をやる必要があるのだろうか、賞賛のない上層部の破れかぶれの最後のあがきとしか思えなかったと回想しています。また回想録では、近接護衛戦闘機として数十機の特攻機の突入を目の当たりにして、数刻前まで共に存在していた人々が消えてしまったことに、髪の毛が逆立つ思いであった、せめて彼らの最後とその戦果を詳細に見届けておこうと、私はいつまでも上空を旋回していたとしています。戦争末期の飛行機の搭乗員に対して、訓練しては前線に送り、一作戦で全滅させて、またもや訓練の繰り返しである、実戦に役立つ戦力に達するには程遠い、しかし前線では搭乗員が不足しているのだと述べています。1945年昭和20年3月、第203航空隊戦闘303飛行隊に転属し、南九州防空戦、沖縄航空戦に参加して岩国基地で終戦を迎えました。総撃墜機数202機、共同撃墜機数26機、地上撃破2機。戦後の調べでは撃墜報告80機とする文献もあります。戦後は GHQ に2度呼び出され、ラバウルなどの戦闘の様子について尋問されました。戦犯には問われませんでしたが、公職追放となります。空の生活から地上の生活に馴染めず、
また軍隊気分も抜けず戦後の世相への適応も簡単ではなかったようで、次第に心の吐け口をアルコールに依存して行きました。しかし近所の人たちには戦時中の話をして喜ばせました。二人の子を持つ父親としての岩本は手先が器用だったので子供のおもちゃは自分で作っていました。途端ブリキを買ってきては自動車を作って色を塗り、時計、電池、バイク、自動車などをよく自分で修理していました。増田大和宝石に職を得てようやく落ち着きましたが、2年間の闘病生活の末、1955年昭和30年5月12日、7歳と5歳の男の子を残して逝去、38歳という若さでした。病床にあっても岩本は、元気になったらまた飛行機に乗りたい、と語っていました。204空時代の司令柴田武雄は葬儀の席で、岩本は戦闘機乗りになるために生まれてきたような男でした、と語っています。岩本は不運にも創生してしまい、海軍時代を詳細に記した大学ノート3冊の回想録は日の目を見ることはなく、死後十数年間夫人のもとに保管されたままになっていました。今日の話題者の中村雅俊がこの遺構の存在を知り、作家畑郁彦が監修協力して「ゼロ戦撃墜王」と題し出版され、戦後20年を経て彼自身の詳細な回想録が世に出るに至りました。岩本の次男は航空自衛隊に入隊しています。あなたにも先人の声が聞こえます。